はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、以前の通院の時にですね、大腿骨と壊死の話をちょっと出したんですけども、ちょっとのっけから怖い話で申し訳ないんですけどもね、こう、まあ、お風呂の椅子でね、座ってる時にですね、どうもこうお尻がね、痛いんですよね。まあ、運動もしてませんし、引きこもりなので全身の筋肉量が減ってきてて、お尻のお肉はあるんですけども筋肉がないので、こう硬い椅子に座ってる時はね、まあ、すぐにこう痛みをね、感じるんです。まあ、リビングのテーブルの椅子とかはですね、座布団があるんで痛くないんですけども、お風呂で座布団は使えませんので悩みどころなんですよね。大腿骨と壊死っていうのはですね、ちょっと怖いんですけどね、骨盤あるでしょ、骨盤ね、骨盤と太ももの骨、太い骨があるんですけど、それがこうカチッとくっついてるとこあるんですよね。このくっついてるとこね、そのここの丸いところが壊死する病気なんですね。ちょっと怖いですよね。免疫抑制剤の副作用でね、このようなケースがあります。MRI で検査をして、最終的には人工関節するといった治療法です。僕は今はね、免疫抑制剤のが徐々にね、減っているので、まあ、このままどんどん減らしてね、何もないことを祈ってます。と、まあ、またね、小難しい話をしましたけども、まあ、ネットやね、資料といいますか、ね、調べますとね、症状が出てくるのは、まあ、免疫抑制剤を飲み始めて5年くらい経ってからとね、書いてあるんです。まあ、だから僕は、まだ、点滴の免疫抑制剤の時期からね、こう、数えてもですね、1年、2ヶ月、3ヶ月なので、まあ、気持ち的には余裕があるんで、まあ、そこまで気にしませんけども、まあ、検査ぐらいはやってもいいかなとね、まあ、穏やかな気持ちです。まあ、何にせよ、早期発見、早期治療にね、限りますのでね、まあ、以前から言ってますけど、皆さんも体に違和感があれば、まあ、特に入院中の患者さんはね、すぐに先生に話してください。まあ、でもね、健康な人ほどね、まあ、こんなくらいで病院なんてってね、よく思うこともありますけども、まあ、それは飽きませんよ、ほんまに。病院側はね、こんなことで来んなよとね、絶対言いませんので、絶対言いません。本当に。何が何でも時間を作ってね、皆さんも病院に行ってください。違和感があったらですよ。ちょっとでもあったらね、ちゃんと行ってください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。